ラザル・マルコビッチは、ユーゴスラビア出身のサッカー選手。パルチザンベオグラード所属。ポジションはミッドフィールダー。2006年から、セルビアのパルチザンベオグラードのユースチームに所属し、2011年、FK スロボーダ・ウジツェ戦で、プロデビューを果たした。2011年8月13日、FK ノビ・パザル戦でプロ初ゴールを記録した。2013年6月、 SL ベンフィカへの移籍が決定した。2014年7月、リバプール FC への移籍が決定した。しかし、ブレンダン・ロジャース監督によって導入された3から4から2から1のウィングバックで起用されることが多く、守備も多く求められるポジションでもあることからなかなか、本来の持ち味を出すことができず、リーグ戦はわずかに得点に止まった。2015から16シーズンは、 フェネルバフチェ SK にレンタル移籍した。2016から17シーズンはスポルティング CP にレンタル移籍したものの半年で打ち切られ、残りの半分はハルシティでプレーした。2018年1月31日、RSC アンデルレヒトにシーズン終了までのレンタル移籍で加入。リバプールに戻ってからは U-23 カテゴリーの試合に、 出場などしていたが、2019年1月31日、フラム FC にフリー移籍、シーズン終了までの契約を結んだ。2015年5月の QPR 戦で途中、出場して以来、リバプールでは公式戦での出場機会に恵まれなかった。セルビア代表として、各年代でプレーしている。2012年2月28日のアルメニアとの、 親善試合で A 代表デビュー。同年11月14日のチリとの親善試合で代表初得点を挙げた。マークビッチ・ラザール。リプレザンテジアや RS。2014年8月12日閲覧。UEFA.com。ベンフィカ・パルチザンからマルコビッチを獲得。2013年6月11日閲覧。レッツ・コンプリート。 マルコビッチディールリバプール FC オフィシャルウェブサイトハットリバプール最悪の補強は歴代ばっかり高額遺跡5人総額188億円大金を無駄にした男たちフットボールチャンネル p さん、2 0 2 1年5月10日閲覧リバプールマルコビッチをレンタルでフェネルバフチェンに放出ゴールドットコム2018年4月13日閲覧 リバプールが人員整理、マルコビッチや、ウィズドムをレンタル。ゴールドットコム。2018年4月13日閲覧。快速マルコビッチが春に期限付き遺跡。リバプールから再レンタル。ゴールドットコム。2018年4月13日閲覧。ベルコムラザー・マークビッチ。オフィッシュエーラウェブサイトロイヤル・スポーティング・クラブ、アンダーレクト、ハット・マルコビッチ・サインズ。 フルアムフットボールクラブ、ありがとうございます。